ということで、今回は前回お願いしたコノちゃんのお家を見ていきましょう。ちょっと待って、これは誰の家なの？ノジャジャの神殿。何これ？これ、ノジャジャが作ったの？そう。なんかノジャジャ、これ神殿なの？なんか家じゃない？ただの。神殿要素どこ？よくない？なんかただの家じゃね？なんか公民館みたい。風通し良すぎて。養鶏場、わかる。養鶏場っぽい。よし、じゃあちょっと話がそれましたが。おお、すごい。これ、カイキングとトミーが作ったの？これ。でもこれさ、階段はいいんだけどさ、これお家何？これ何このお家のこの四角い枠は。何なのこれ。額縁。ちょっと待って、別に額縁を作れっていう指示あったっけ？額縁を、ちょっとコノのために額縁作ってくれないみたいな話って、なんか一件もなかった気がするんですけど、私の家の話は、まあ、コノ、ここからは自分で作れって話よ。トミーとカイキングが、ある程度お膳立てしたから、あとはちょっと仕上げぐらい、装飾だけは自分でやりなさいっていう。でさ、このある程度家が完成して、まあ、ここでブルーベリーが植えれるようになったら、この階段壊すから、一回。それぞれで住もうってことで。いや、なんか良くない？なんかモンサンミッシェルって知ってる？フランスの世界遺産の。あれってさ、こう、潮が満ちてる時はさ、モンサンミッシェルにアクセスできなかったりするんだよ。でも潮が引いてたら、アクセスできると。海の潮の満ち引きって何が影響してるかは知ってる？なんだと思う？知らない。面白い話なんだけど、月が昇ると月の引力で海の高さが上がるんだよ。知らなかったっしょ。で、まあ、もう一個、コノちゃんも月が左右されるじゃん。まあ、月経的な意味で。だから、コノちゃんが、こう、元気がちょっとなくなってきたら、ここの橋を下ろして、元気が出てきたら橋を作るっていうのでどうかな。こう、月の満ち引きによって、この潮の満ち引きで、道ができるっていう。一回一回作んの？そう。七夕みたい。そうだね。どうだろう。なかなか良くないか。コノの精神状態が良くなったら、橋がかかるっていう、自動的に。コノの精神状態が良くないと、じゃあ橋が降りちゃうっていう。一生かからん。ダメそうですね。はい。この家は誰でしょう？何これやばくない？この家。誰が作ったのこれ。なんなのこのなんか、風情もなんもない。てかさ、俺言ったよね。ここさ、農家にするって話しなかったっけ俺。農家にするって話したぞ。誰だこれ作ったの？ COI ないからわかんない。これ誰作ったの？ベノム？これ。農家になる予定なんだけど、これ何なの？ベノムじゃなさそうだぞ。作った人誰？知ってる人いる？作った人。ベノムさんだよ。ベノムじゃないっつってるよ。ベノム違うっしょ？この、なんかわけわからん家。知りませんね。知らないって。誰か作ってなかった？そこ。さっき。なんかちょっと一瞬見えたぞ。なんか人いたの。おい、これ名乗り出なかったやつ後悔しろよ。今からビデオ判定するから。確かちょっと映ってたと思うんだよな、なんか今。いや、ベノムは多分別のことしてるから、多分違うと思うけどね。まあ、ちょっとビデオ判定します。少々お待ちください。なんか映ってたよ。なんか、コノの家見よう、みたいなことやってた最中に。クジラフガフガうるせえよな。フガフガ言ってる。これか。ちょっと待ってね。ノジャジャの家から、でも作ってねえか？いや、ベロムじゃなさそうだね。ダメだ、写真判定じゃ出てこねえ。COI が実装されてたらな。でもさ、現場付近にいた人間が3人かいてさ、ビデオ判定を見るとさ、なんか長月がこの辺でうろうろしてたんだよね。長月。でも長月その辺でうろうろしてなかった。汗。は？何？汗って何？ちゃいますよ。お前関西弁じゃないだろ。何がちゃうんですか？これ長月が作ったんじゃね？これ。なんか怪しいな。そういえば長月さんもブロック置いてたような。ひななは長月さん持ってるけど、ベノムと長月の共犯？このゴミ建物。ひなな猛録してる。あ、長月さん、COI ありました。COI ありました。COI ありました。特定できそうです。はい、長月でーす。長月でした。ベノム作ってなくない？長月さん、入ってきてくださーい。長月さん特定されました。上の柱お前作っただろ。壊したら出るんですけど。ここの柱は作っただろ。少なくとも。下の出ねえんだよな。ここだけ長月で出てる。柱だけ。誠ですか。誰と作ったの？ベノムとノジャジャがやれって。この建築？なるほどね。ごめん。COI のプラグイン実装されてないから全部嘘なんだ、長月。だから長月が作ったって俺知らなかった。自白したな。ついに。犯人が自供してくれたので、一件落着です。COI は 1.12.2 では作動せません。なので、何もわかりませんでした。本日の処刑者は、長月です。みんな処刑場前集合。催しを行う。ちょっとハイハドちょっと、処刑を実行してくれ。ベノムが下に作ってるらしいから、やばい、天使に処刑されるのやばいな。なんか、たとえ灰になってもみたいな、なんか、天使にぶっ殺されんの。行け！
まだ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 、あ、はや、天使。これどうなるんだろう、下見に行ってみるか。そしてあはは、一応、まあ、まだまだこの状態なのか、ベノムがまだ敷き詰めてる。あ、でもいいね。まあ、一応、今は、アイテムロストはしないっていう状況になってんのか。リンゴだけもらっとこうか。アイテムロストするように、溶岩も敷き詰めておいてくれ、ベノム。ベノムだけで足りる？ちゃんとマグマ敷いておきます。じゃあ、ベノムにやってもらおう。まあ、サボテンも面白いけど、まあ、溶岩じゃない？アイテムロストさせたくない？アイテム全ロスの悲劇をさ、味合わせたいじゃん。せっかくなら。サボテンもロストする。サボテン。いやー、溶岩じゃないかな。見かけ的に面白いの。これさ、上に上がってもさ、天国には行けないのかな？こっから自主的に上に上がっても天国には行けないのか？ダメだな。このまま飛んでっても、俺の羽が太陽で焼けて、地面に落ちてしまう。戻ろう。イカロスになってしまう。あ、いいね。農家が完成しとる。こちらから屋根、あ？おーおーおー、なんだこれ。すごいな。むずくないか、この、このアスレチック。どうなってんのこれ。ここはクリボーランドこれ。いいね。まあ、ちょっと家がちょっと少ないかな。しょうもなゴミハウスみたいなのもっとこの辺建ててほしいけどね。誰かこの辺のゴミハウス建てさせるか。壁沿いに。誰に建てさせようかな。なんもやれなさそうだけど、真面目に来そうなやつ。ワイダッシュだな。ワイダッシュ。この辺家作ってワイダッシュの。よろしく。すごいな。ゴリラビのこの倉庫もなんか結構良くなってきたね。てか木多くね？こんなに木たくさんいる？なんか木がすごい職人されすぎてる気がするんですけど。まあまあいいんだけど、緑化されてる方が天国らしいといえばらしいか。でも。なんかこの処刑されるやつをさ、観覧する席欲しくない？ここでみんなで。処刑人観覧席。処刑される哀れな人間をここでみんなで見て、落ちていく様を見て笑うってのやりたい。ワイングラスを片手にさ、わかるでしょ？ギャング持ちみたいな。つまんで持つんじゃなくて、ワイングラスの、細いところを、ワイングラスをこう、ボールを持つみたいな感じで持ちながら、ワインをくゆらせながら飲むっていう。ふふふとか言いながら。手のひらで持つやつ。ブランデーとかもいいね。ブランデーカラカラって言わせて、氷を。もう観覧席だな。多分麦ここ作ったら多分処刑人が処刑されないぞ、多分。この上のこの辺がいいんじゃないの？おそらく。なんかもうちょっとなんか工夫したいよね。例えばだけど、ピストンで、ここピストンにしといて、こう、上が砂で落ちてくるとかどう？わかる？展開とメカニックって合う？なんか魔法要素にした方がいいか。でも今ってさ、なんかぶん殴って突き落とすみたいな感じだからさ、なおさら情緒はないんだよね。何かこう情緒があるようなことをしたいけど、雲使ったら、雲か。難しいな、アイディアがな。儀式めいた何かがいいよね。ちょっと宗教めいた感じ。どうしたら宗教めいた雰囲気になるんだろう。火炙り。いやでも火が起こせないんだよ。クリボーなんかないの？なんでクリボーに提案させるの？おかしくない？クリボー詳しいでしょ。クリボーは詳しいのか？水攻め。いやーちょっとなんか、水攻めか。何？ゼファーに飛ばさせるって何？ゼファーって。なんすかそれ。夫婦言ってるやつ。雲のモンスター。あいつ変えんの？変えなくない？これっすか？ちょっと産んでみます？全然言うこと聞かなそうだけど、何もしなくても消滅するぞ、そいつ。使えねえよ、こいつは。無理だよ。しかも消えた、今。なんかいいモブがいればね、それ飼ってそこで殺させるっていうのが、あんまたくさん見、ないんだよな。てかさ、これさ、モッドの要素さ、例えばなんだけど、ドラゴンクラフトだけ追加して、これにドラゴンクラフトを混ぜたら、やめて、え？いや、これにドラゴンクラフトのエッセンスを加えたら、ホーリードラゴンみたいな感じで、ここにドラゴンを飼って、ドラゴンに焼き殺させるってことできそうじゃない？あ、そうだ、クリボーができなくなる。そっか。クリボーと競合してる。クリボーはモッドだった。え、なんかしらの、なんか、展開だけドラゴン置いてクリボーは地上でよくね？何それ、クリボーは天国に行けないってことですかそれ。それ何が言いたいんですかそれ。クリボーは天国に行かずに、地に這いずり回ってろと。地とネザーに行ってろってことですか。省きじゃん、省き。
まああとは今まで追加したことないやつを追加するとか、ミストクラフトのモブを追加するとか、ミストのやつやったじゃん。あのモブなんかキモいモブ多かったじゃん。それだけ出すとか、あれかなりヤバいモブ多かったよ。あの一期最終話のやつ、それ入れてみます。沼ランチャーにお任せを。なんだっけあのモッド、それちょっと次回導入しましょう。オッケー。それでちょっと処刑施設をもうちょっとなんか変わり映えのあるようなやつにしましょう。もっと強化したくなってきた。少しレシピ消します。何レシピ消すって。あー、作れるものってこと。いや作れちゃうから、まあそうだね、まあ、ちょっとそのモッドだけ使えればって感じでいいんじゃない。モッドだけ、モブだけ召喚するって形で、まあ飽きたらまあ別に追加してもいいけど、いや結構なんか追加要素入れとけばなんかキャッキャできそうな気がするけどね。これ雰囲気違って面白いし、それこそなんかダミトモくんとかドラゴン入れてほしいんじゃないの。ダミトモくんはドラゴン消耗してない。ドラゴンクラフトのドラゴンだけダミトモくん入れてみる。最近足りてないから入れよう。モッドの作者的には世界観作り込んでるらしい。世界観崩壊しそうな気もするが、まあよし、とりあえず少しだけちょっといじくるだけです。ダミトモさんのためなら地上行くわ。クリボーが展開来れなくなる。よし、じゃあちょっと次回モッドを入れます。